じゃあ違う質問してみましょうか。このプレゼンターすごいな、このプレゼンターの話引き込まれたな、印象に残ってるな、この人すごいなと思うようなプレゼンターって頭の中に浮かんできます？何人か浮かんできます？では中島さんいかがでしょうか。あんまり浮かばない。なるほど。いろんなプレゼンターが世の中にあって、我々の知ってる有名な人だったり、まあ、もしくは皆さんの同じ社内の中にいる素敵な人だったり、いろんな方がいらっしゃると思います。じゃあぜひここでちょっとこんなことに考えていただきたいんです。素晴らしいプレゼンターの持っている特徴、いろんなものがあるでしょうね。全てを持っている人もいるかもしれないし、その中の1つ2つ3つ飛び抜けたものを持っている方がいるかもしれません。優れたプレゼンターの持っている特徴、できるだけたくさんちょっとピックアップしてみていただけますかね、皆さん方の。じゃあちょっとペアでお話しいただきましょうかね。じゃあ前後でペアになっていただいていいですか。山田さんと徳永さん、林さんと佐々木さん、中島さんと千葉さん、でこちらも中島さんですね。中島さんと宮根さん、そしてこちらは3人に来ていただきましょうかね。で代表の方に私1枚紙を渡しますので、そこにこれからお二人もしくは3人でお話し合っていただいて、素晴らしい優れたプレゼンターの特徴できるだけたくさんリストアップしてみてくださいますか。お時間2分間ありますのでね、はい、ぜひどうぞ。はい、ありがとうございます。2分経ちました。まだまだね、まだ続いてるみたいですけど、ちょっと今までのところでどんなのが出たかちょっと教えていただきたいと思いますね。各チームいろいろ出てると思いますので、各チーム1つずつ順番に言っていただきましょうかね、出てないやつからね。じゃあこちらの3人チームから1つ教えていただけますか。声がよく通る。はい、声が通る、ありがとうございます。はい、お隣のチームはどんなのありましたか。重要なことを繰り返すし、あ、重要なことを繰り返す、ありがとうございます。どうぞ。ジェスチャーが、お、ジェスチャーがある。はい、はい、どうぞ。間を取るの、あ、間ね、なるほど、間を取る、大事ですね。お願いします。自信がある、自信がある、うん、本人が自信があって自信があるように見える。両方です。ああ、本人は自信があるし自信があるようにも見える。自信があるように見える時ってどんな態度の時ですかね。まあ、メモとしてはっきり、こんなことはっきり言う、はっきり言う、なんかあやふやな表現しない、はっきり。自信あるように見える、ありがとうございます。戻ってきました。出てないのありました。相手を見ながら話す、あ、相手を見る、はい、はい、どうぞ。あ、焦点絞る、はい、はい、どうぞ。表情、あ、表情だ、スライドをこう、どんなスライドって上手かなって思われますか。あまり言葉を詰め込みすぎるんですね。なるほど。例えば抽象的なイメージを使って、うん、プレゼンターにあえて注目させるような、あ、スライドの作り方がうまいってことですかね。ってことですね。はい、どうぞ。喋り方の抑揚、抑揚ね、はい、声の大きさ、スピード、他に出ましたか。出てはないですけど、だらだらと長引かない、あ、時間ですね、はい、長引かない、長引かない、短くする、長く話さないですね、長引かない、はい、ありがとうございます。出てないなりました、はい、ありがとうございます。
声の高さが印象を残したいところを高めにしたりとか。なるほど。声の高さメリハリがあるからですか。です、ね、はい、メリハリとか抑揚とかにね関わってきますね。はい、どうぞ。心に刺さるメッセージ。おー、心に刺さるメッセージ。あ、来たみたいな感じですか。はい、心に刺さるメッセージが。ありがとうございます。どうぞ。わざと自分を何をか忘れたの注目じゃなくて、わざと意図的にですね。はい、もう全部出ましたか、こちらは。今のありがとう、今のでね、ありがとうございます。どうですか、決められた時間内は。ああ、時間内ね。いいですね、はい、どうですか。ありがとうございます。投げかけの、あ、投げかけね、なんか質問をしてみるとか。ありがとうございます。さあ皆さん、結構出ましたね、結構出ましたね。で、私今回ちょっとあえて分けて書いてみたんですけど、こちらの、まあ、特にこの自信あるというのはご本人の内面の話だと思うんですけども、こちらってどちらかというと話す内容っていうことですね。まあ、いっぱい喋りすぎない、要点絞る、時間内に言う、いいメッセージ持ってるんで、ただ単に何か喋るというよりもしっかりと中身がいいねっていうのがね、内容的なので。それともう一つこちらにいっぱい皆さん方おっしゃいました、この赤でくくったところはどちらか、話し方の方ですね。声がどうかとか、間を取ってるかとか、それから相手見てるかとか、まあ、内容とちょっと違うで、まあ、大きく分けると内容と話し方この2つのポイントで今日はちょっとその中でもそれぞれにポイントの中のポイントということで、内容のポイントと話し方のポイント、ちょっとエッセンスだけ持って帰っていただきたいかなというふうに思います。これ全部やろうとすると、まあ、うちの本来のコースの2日間です。2日間でプレゼンテーションのコースあります。そのトピックだけ、エッセンスだけ持って帰っていただこうと思います。さあ、この中のエッセンスの中で一番最初に我々が準備するのって当然話し方より内容の方ですよね。まず内容を準備して、その上でじゃあ次どんなことを話すかっていうところに行きます。まあ、その順番通りまず内容からしていきます。今日これからやるのは、まあ、私が何か全部説明するというより出る関連です。どん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 皆さんと参加して自分が実際に職場で使うプレゼンテーション、まあ、ちょっと短いバージョンですけど作ってみるというのをね、実践に練習しながらやっていきたい。で、今回練習のテーマにするのは2分間のスピーチです。10分でも15分でもなく2分間です。で、デール・カーネギーは本でも言ってるんですけど、30分喋れって言われたらすぐ喋れる、でも2分で喋れるって言われたら準備しないと無理だって言うんですよ。それくらいやっぱり2分で喋るっていうのはしっかりポイント絞らなきゃいけないし、準備していかなきゃいけないし、本当に言いたいことにフォーカスしなきゃいけないっていう意味で準備が必要だって言う。でも30分だったらはいすぐ喋ってって言われたらできるって彼は言ってました。それだけ2分の方が難しい。でも2分でまず作れたら2分を10分に増やすのは簡単ですよね。補足説明、事例たくさんつけていけば、同じことをもう一回繰り返していけば、他の仕組みっていうのは難しいけど、でもやり方さえ覚えたらすごく簡単だということを体験して帰っていただきたいと思います。さあ今日使うテキストなんですが、まあ、この中の一冊ずつ取っていただいて回していただいていいですか。この中の今言ったようにポイントだけチェックしていきますので、あとはお帰りになってから他の参考資料なんかもありますので、それはお帰りになってからご覧いただいて、必要な時に私が、このページご覧くださいと申し上げますので、その時だけお使いください。
き届きましたか？はまりましたか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。では、まず最初にこれからやるのは2分間の普段のスピーチを作っていきます。例えば、林さんはキンキンで何か人前で話すチャンスありますか？あります。あります、はい。それは誰に対して話すのですか？まず社内の上層部ですか？社内の上層部、何人ぐらいですか？僕は2人か3人。2人か3人で、実際に話す内容って、まあ、簡単に言うと何を話す予定ですか？新しい企画の商品。おー、じゃあ新しい企画を説明する。ということは目的は、目的は、まあ、アプルバルを取る。アプルバル、承認を取るというのが目的。皆さん方もキンキンで誰かにプレゼンテーションする、何か話すチャンスってありますか？それは相手がひょっとしたら上司一人かもしれないし、取引先のお客様一人かもしれないし、100人かもしれません。キンキンで何かありますか？徳永さんとか例えばあります、はい。じゃあ実際に自分が職場でプレゼンテーションスピーチをするというものを一つ選んでいただきましょう。でそれを実際にこれからすごくシンプルなやり方でスピーチの内容を作っていきます。そのためのシートを作りました。まずですね、このテキストは必要な時だけご案内しますので、実際の作成シートですね、はい、準備しましたので、まずお一人一つずつお配りしますので少々お待ちください。ご自分が職場で話をする、ね、さっきの林さんの場合は会社の上層部とおっしゃいました。で上層部って書きます。自分の分かる範囲で結構。聞き手は誰かをまず書いてみてください。そしてその次にトピック、何を話すのかのテーマですね。テーマは、林さんだったら、新しい何ですか？新企画の、まあ、新企画の説明をする。で目的がその承認を取る。承認を取るためにその話を、会社の、まあ、上位層にする。皆さん方は誰に対して、どんな内容、何の目的で話しますかね。これあくまで練習なので、本来はこの話は30分時間があるんですっていう場合もあるかもしれません。本来はこれってキンキンではなくて、今あんまりないんだけど、多分1ヶ月後くらいありそうみたいなものでも結構です。あくまで練習。で、今回は、本来は時間は、2分じゃなくて10分か30分かもしれませんけど、本来は2分にちょっとまとめて練習してみましょう。ちょっとご自分で設定、聞き手、トピック、目的まで、ちょっと書き出してみていただいてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、じゃあ先ほどのペアになってください。そして今ご自分が書いたこと、まだ最後まで書けてなかったら話しながらちょっと埋める感じで、はい、こんなのをするんですよということで、お互いに相手が誰か、トピックが何か、目的が何か、ちょっと共有することで明確にしたいと思います。はい、2分間ありますのでどうぞお話しください。ありがとうございます。共有できましたか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？目的のところまで共有できたでしょうか？はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？何か決まりました？うん、書けてない。じゃあもうちょっとね、その後実際に話すの時間ありますので、はい、ではですね、この今のシートの3つ目まで私たち埋まりました。でその次にキーポイント、ね、もう早速キーポイントも書いてくださった方いらっしゃると思うんですが、キーポイントを書く前に一つちょっと準備をしていただきます。また新たに白いカード、これ1人1枚取ってください。恐れ入ります。1人1枚取ってください。
このメッセージ、この2分間のスピーチの中でこれから話そうと思っている、いくつか内容ありますよね。何々の事例を話すとか、何々との比較を話すとか、何々の有効性を話すとか、今の現状を話すとか、いろいろ多分あると思うんです、まあ、今の中でまだあまり選別せず、これを話そうかなと思うやつをとりあえずバーッと全部書き出してみてください。箇条書き、表だけで埋まらなかったら裏まで行ってもいいです、はい、ではどうぞ、2分間ありますよ。はい、わかりました。ありがとうございます、はい、今何をしたかっていうことなんですけど、これなんですね。皆さんが最初おっしゃいましたよね。やっぱりあんまりたくさん言いすぎるとわけわかんなくなる。焦点を絞ることがすごく重要なんだ、まあ、そうすると長引かないにもね、いきます。でもちろん大事なのはよく考えると、大事なこれを絶対言わなきゃいけないものは何なんだっていうことをちゃんと明確にするっていう一つの作業です。結構我々スピーチを作るときにあれ言ってこれ言ってこれも言ってあれも言って、じゃああと順番どういうふうにしようかって考えていくと、持ち時間10分しかないのにこれ全部言おうと思ったら25分かかるよ。そんな経験ないですか。なのでまずは本当に言わなきゃいけない一番重要なことを何かっていうことを明確にする一つのやり方。ということは、中島さん何を残りました？行う作業。行う作業についてちゃんと話す。こちら中島さん何を残りました？趣味が中島さんの場合は自己紹介ですからね。趣味のことを話すよっていうのが残りました、はい、高橋さん何を残りました？提案するものの必要性。必要性、これが大事だよ。そんな風に本当に一番重要なメッセージは何なのかっていうのをまず明確にしておくってところからスタートする。そうしないと無駄な時間がいっぱい使っちゃって焦点がぼやけてしまうわけですね。では今白い紙に書いた本当に重要なことをさっきのこの4行目キーポイントのところに移しておいてください。キーポイントのところに残った一つの重要なことを移しておいてください。ここまでが準備の1個目です。皆さんどうでしょう、普段スピーチするとき、ここ明確にしてからスピーチの内容を考えてますか？聞き手は誰かはね、割と考えてると思いますよ。本当に言いたい重要なことは何なのかって割と考えずにパワーポイント先に作りに行ったりする場合があるかもしれない。まずこの4つを押さえておくと後が楽ですよね。さあ準備ができましたので、じゃあそこから下の話です。具体的にスピーチの内容を作る。ちなみに、皆さん方スピーチするとき何かこう話す組み立てとか意識されてますか？中島さんどうですか？構成、話の構成とか何か意識してますか？いや、全然意識してない。だいたいそういう人が多いですよね、はい、じゃあ他の人も、徳永さんどうですか？話の構成、普段どういうのを使ってますか？どういう構成で話してますか？まず、なんだろう、期待のセットというか、期待のセットね、はい、そして、まあ、今回も、まあ、今要は目的です、ね、目的で、コンテンツ的なものを中のコンテンツ、はい、まあ、締めるみたいなね、はい、話す内容によっても違うかもしれません。世の中にいろんな構成ありますよね。それこそ古い昔は起承転結って言いましたけどね、そんな言い方もあります、はい、いろんな構成が世の中にあると思うんですけど、その中でも最もシンプルな構成がこちらですね。最も超シンプルなのがオープニングがあってメッセージがあってクロージングがあって、でこれもっとシンプルなのはメッセージだけじゃないと思いません？でもベーカリーはオープニングとクロージングをすごく重要視しているんです。重要視してなさと思います。いきなりメッセージでもいいじゃない、オープニングクロージングなくても一体真ん中のことだけ言えばいいじゃないと思いません？人たちが準備ができる。ああ、なるほどね。例えばオープニングとかね、はい、でクロージングは一番最後に耳に残るってことですね。とても重要なんですよ。でさらにもう少し詳しく考えるといけないんですけど、じゃあ今準備ができるって宮浦さんおっしゃいましたけど、一つ目のオープニングは聞く人に準備の時間を与える以外にどんな目的があると思う？どんな目的がオープニングがあるかな、もしくは聞く人にとってどんなメリット、どんな意味があるかな、ちょっとさっきの2人一人で考えていただけますか。オープニングの目的です。目的
い、ありがとうございます。2分経ちましたので、どんな話されたかちょっと聞いてみましょうかね。はい、じゃあこちらのチームはどんな話ですか。オープニングの時、自分を知っていただく。自分を知っていただく、なるほど。あ、何々という申します、今日よろしくお願いします。なるほど。はい、こちらは、話の前提を共有する。話の前提を共有する、なるほど。それも必要かもしれませんね。どうぞ、こちらは。場を盛り上げる。あ、場を盛り上げる、それも重要ですね。ありがとうございます。そちらはどんな話でしょう。最初目次でこれから喋る。今日これからは何々を話しますよってご案内。ああ、なるほど。じゃあ聞く体制を作る、先ほどの話の環境を作る、聞く体制を作る、紹介するから。なるほど。エステージとプギルの、なるほど、うん、なるほど。次のメッセージとの間ちゃんとプギルと、どんなのにされました。あ、リマインドをかけるというか、リサイクルが入っていきますという内容を、なるほど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 。皆さんがおっしゃったのもみんなその通りですよね。で、そういうふうにオープニングを使ってらっしゃる方きっと多いと思いますし、話の内容に応じて今皆さん方がおっしゃった中のどれかの目的で使ってらっしゃるかと思います。ただ今日のこのワークショップのタイトルはインパクトのある、インパクトのあるんですね。で、よくこう人前でプレゼンテーション、スピーチする、皆さんの聞いてらっしゃる方みんな超前のめりのスタンスで受け止めて聞いてらっしゃいますね。一番最初違いますよ、中島さん思い切りよく言う。 どんな人がより多く、より多いとかシチュエーションによると思うんですけど、みんな前のめりじゃなくてどんな感じですか。はい、まあ距離がないですけど、はい、ねえ、ひょっとしたら時間ないのに無理やり呼ばれてやりたい仕事があるのに一体何だろうと思ってる人もいるかもしれないし、例えば英語のプレゼンから本当にこれ何か役に出すのかなみたいな気持ちの人もいるかもしれない。どっちかっていうと、まあ、ネガティブというかまだニュートラルでもいいぐらい前向きに何話してくれるんだろうみたいな感じの人が座ってるとは限らないっていうのが通常ですよね。通常ですよね。デン・カーネギーが言うオープニングは、よりそこでインパクトを与えるためには、くぐっ、聴衆の意識をこっちに向ける。あれ、これちょっと聞いた方がいいんじゃないとかね、あ、自分にメリットあるよとかね、いや面白い話してくれそうとかね、なんかそういう興味を、聴衆の興味をくっと引く、アテンションを取るみたいな感じ。そういう風にすると、って言ってひょっとしたらこうメールとか見てる人がいたとしてもふっと顔を上げる。そうしないといくら喋るけど上手に喋る入っていかないですよ。でデール・カーネギーではオープニングの目的っていうのはすぐにこういったもの、テキストで4ページですね、テキストだけ4ページにインパクトのオープニングというこういうところで書いてます。4ページ、インパクトのあるオープニングが書いてありますか。はい、ありますね。はい、飛行機の操縦で最も難しいのは離陸と着陸です。それはメッセージ、プレゼンテーションの要領です。オープニングとクロージングが成功すればほぼそのプレゼンテーションは成功するというふうになります。その中でもオープニングは自信とポジティブな印象を聞き手に与えて、そして私がさっき言ったみたいに興味関心を引くっていうことが重要ですよね。なんか良さそうだみたいな、これ聞いた方がいいぞ、目がパッと開くみたいな、眠気がサッと覚めるみたいな、それぐらいのインパクトを与えた方がオープニングですごくいいですよって言います。まあ、キーポイントとしては今パワーポイントでありますのが、テキストには一緒ですけど、開始後すぐに聞き手の好感を得る。満足とか 90% 以上の研修って皆さん知ってますかっていきなり言うみたいな、もしくはその人たちが欲しいと思ってる、今までにない新しい仕組みを作りましたとかね、やっぱり自信を持ってワンセンテンスでしっかり相手の興味関心を受ける、何かを求めますよ。で、そしてそれに合わせてその後の自然な流れを作る。で、そこでは信用を築く、しっかりと
信頼のある言葉、もしくは興味の引きそうな言葉、あ、なんかこの人の話聞きたいなと思ってもらう、そんなメッセージ、あ、なるほど、そんな研修あったらいいね、あ、なるほど、そんな仕組みがあったらいいね、どんな話だろう、ちょっと聞いてみようって相手に思ってもらえるってことがすごい重要です。今日はですね、この3つについてお話しさせていただきます。それもありと思いますよ、それももちろんビジネスあるんです。ただ今日はインパクトのあるプレゼンテーションですので、我々のチームにとって一番重要な今後取り組むべき一つの戦術について今日お話します。ここね、興味関心を示してもらえる、そんなセンテンスを使うということですね。例えばどんなのがあるか、まあ一例ですけどね、まあ、いろんなオープニングの例はあるんですけど、例えば心をつかむ言葉、これはテキストにあります。例えば3年後には今やっている仕事の半分はなくなってしまいます。例えばこれはですね、どんな企業でやっているかというと、まあ、トレーニング会社でもそういうのやっているかもしれませんし、あとイノベーションの、まあ、推進しようとするようなね、そういうような企業の中で最初のプレゼンテーションによく見ますね。実際これ真実ですよね。はい、今大学生が大学で学んでることは本当に職業人、社会人になった時にその半分も使えませんってもうすでに言われてますよね。あと質問もなかなかいいですね。この中でダイエットに興味のある方はって質問すると必ず考えますよね。私は大丈夫とか、いや私はちょっともうそろそろやばいとかね、ということはこっちの興味関心にちゃんと共有してもらってるんですから、質問もいいです。こういう質問もいいですね。残業を減らすと同時にサービスの質を高める方法知りたいと思いませんか、え、そんなのあるのとかね、今やってもうまくいかないで、え、残業減ったらいいなみたいな、こういうふうにちょっと心を動かす。あとこういうやり方もあります。称賛する、私たちの、まあ、例えばこれは経営者ですね、私たちの今期のビジネスがどれほどの人の生活に貢献しているかご紹介しましょう、変な仕事だけど頑張りましょうっていうものの一番最初にこういったものを言うとですね、まあ、これで自分たちは称賛されてるぞって気持ちがある。これは営業の時でもありません、本社がこの領域に出たこんなすごい数字をその成果を残していらっしゃる、私は消費者としてすっごく嬉しく思ってるんですよみたいな、褒められると人間嬉しいのでちょっと気持ちが向きますよね。称賛するにしても質問するにしても心をつかむにしても、こっち側にアテンションを取る、興味関心を取るのが目的です。そうすれば後がですね、インパクトのあるメッセージ、プレゼンテーションの最初のオープニングのこういうテーマが設定しています。今日はせっかくですのでそんなオープニングちょっと作ってみませんか。例えば村林さんの、今そのシートに書いている中身は何ですか？教育のプログラムの導入承認。おお、導入承認、はいはい、じゃあ、目的は何ですか？あ、導入承認ですか、はい、おっしゃって、はい、導入承認を取る相手は、経営だとしたら、これからご自分が村林さんが話そうと思っているのにキュッと興味を引くようなどんな種類のどんな表現がオープニングとしてふさわしいでしょうか。一番上ですね。一番上、例えば、まあ、例えば、まあ、仕事の中で書きますけど、うんうん、まあ、そのこのプログラムを導入することで、どれだけその、教育がこう進むかということを、ワンセンテンスで言ってあげる、いいですね、利点をまず最初、これから私が説明するこれこれによって、もっと短いことなんですよね、これをやればこうなりますみたいな、そう言われると経営陣もってこう振り向いてくれる、気持ちをそっちに向けてくれる、そんなセンテンスちょっと考えてみてください。ご自分の聴取聞き手に合わせてメッセージに合わせてその人たちの興味関心を聞くワンセンテンス、どれでもいいです、質問形式でもいいです、お褒め形式でもいいです、なんかギュッとする相手のえみたいな風に思えることがちょっと考えてみましょう。セキュー3分間でした。それとね、そこにシールに一文って書いてますよね、一文、オープニング一文、さっき村林さんがおっしゃったワンセンテンスが重要なんです。これオープニングでダラ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 話すとその後どうですかね、
さんダラ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 オープニングで、いやさこれ最近のなんとかの傾向でああでこうでああでこうでああでこうで長々話すと遅れちゃう、ね、もうね、あの遅れちゃいますし、あの何話したいんだろうみたいな感じでやっぱり注目を浴びづらいんで、ワンセンのですね、ちょっとシンキングタイム、さあどうぞ。さあだいぶもう出来上がった感じなので、ちょっと共有してみましょうか。今度またね、さっきからずっと同じメンバーで共有してますね。ちょっと違うメンバーで共有してみましょうかね。今度3人組作ります。じゃあこちらの3人ご一緒で、後ろの3人ご一緒で、そちらの3人ご一緒横でね、ちょっと松本さんチャレンジ、あのシュッとしていただいて、すいません高橋さんとちょっと交代して、はい、それでこちらさん、はい、じゃあ3人のグループができました。はい、その中で私の最初のオープニングはこうです。インパクトありますか？相手の興味引きつけられますか？ちょっと皆さんに共有して意見交換してください。どうぞ。5分間あります。さあどうでしょうか？なんか自分は3人ともできました。OK、ありがとうございます。はい、じゃあ一旦そこまでにしていただいて、はい、はい。あのね、あの、いろいろ見させていただいて、いろんないいのが出てたようですね。はい、じゃあ今のまま、場所のままで結構です。じゃあ今度はクロージングについて話していきます。オープニングの目的、オープニングの、まあ、デルカーネギーで の、 その皆さんの興味関心を引きつける、ね、目的を持っています。クロージングの目的って何ですか？クロージング一番下のクロージングワンセンテンスを考える、オープニングドッグを使って、今から、まあ、これ多分短くてできる2分ぐらいでクロージングに、あとですね、時にオープニングで何々ですねって言った後にクロージングと全く同じ言葉を使うっていうのも役に立ちます。内容によりそういうやり方を自分の場合はできるっていう場合だったらされてもいいです、はい、違わなきゃいけないということではない。じゃあまたあの3人でどんなクロージングになったかちょっと共有してみてください。短く2分間でもう共有だけでお願いします。どうぞ。あ、皆さんもう余裕で共有終わった感じですか？共有 OK、 OK、 わかりました、 OK、 わかりました。じゃあオープニングとクロージングがもうインパクトができちゃったので、あと簡単ですよ。
中身のメッセージ何と何言おうかな。そう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 。でさっきキーポイント決まりましたよね。キーポイント決まったからキーポイントをその中で、まあ、オープニングとクロージングは1分1分なので、まあ、5秒5秒あったらあと2分なので110秒あります。110秒で何を話すか、110秒の中にどんな情報を入れるか、本当に自分が話したいメッセージをちゃんと入れて、キーポイントを入れたメッセージで何を話すかだけ考えてみたら簡単でしょ。すごいし思えてきた、それがいいことです、はい、では真ん中のメッセージのところ、はい、そこを今から埋めていきましょう。110秒なのでそんなにたくさん言えません。キーポイントのところ、さっき書いたキーポイントのところをメインで、どんなことをそのキーポイントに説明するか、設計みたい、はい、3分で多分できますよ。はい、行きましょう。じゃあ一旦そこまでにしましょうかね。キーポイントがカバーされていたら大丈夫です、ね、それさえ言えれば大丈夫。じゃあちょっと皆さん前をご覧ください。今我々はオープニングとクロージングと本ちゃんの中身のメッセージを埋めていきました。このシートの下に証拠っていう欄があるんですね。例えば、まあ、何か新しい、まあ、さっきどなたかいらっしゃいますけど、なんか新しい仕組みでもいいし、なんか新しい仕組みを会社で導入してほしいと。でそれを社長に承認取りますというシチュエーションがあったときに、まあ、その入れてほしい仕組みというものの内容を説明するのはメインメッセージですよね。でもその仕組みが本当に有効かどうか、初めて聞く社長にとったら疑わしいですよね。いくらこれをこうだこうだこうだって説明されて、その時に使えるのがこの証拠っていうのですね。まあ、我々この証拠の種類の頭、まあ、頭文字を取ってデフィーズ。例えばシステム導入だったら目の前でそのシステムがいかに効率的か実演してみる。あと実際に導入例、具体的な A 社でこういうふうにしたらこうなります、導入例を見せる、それはハンドアウトになるんです。あとは実際にこれがどのくらい社内の日本でシェアを取ってるか事実を見せるとか、もしくは展示物写真とか、もしくは動いてる、まあ、映像とかに変わらせる見せる。あとはこれって、これってあんまり使わないかもしれないです。これって、まあ、うちの会社で言うと何々が何々になるようなものですってみたいな例えで表現する。あとこれを実際に使っている何々さんがこれでこういうふうになりましたって証言してます。それから統計データ、こんな統計データ、これ実行したところで会社でこんな統計データがあります、日本でのこんな統計データがありますみたいに、明確な具体的な事例とかデモンストレーション、実際の現物とかを見せると何とか高まります、ね、というのを使うとよりいいですよって言ってます。ただメッセージの内容によりますよね。メッセージの内容によって使えるものも使えないものもあるので、私の方で今回必要に応じてというふうに言ってます。例えば中島さんの内容だったら何でしたっけ。試験の内容、はいはいはい、試験の内容で最終的に、あ、はいはいはい、でそうするとデータとかね、データとかを明らかにその中でこのデータを見てくださいで明らかにこういう結果が出てますよね、ですからこれを使ってくださいっていう意味合いで言うとすごく分かります。言葉で言うだけとかそういうのもぜひ駆使してくださいよっていうのはこのデフィーズという証拠、うまく使いましょう。まあ、今回は2分間のここでやるメッセージのスピーチの練習なんで今日ここは使いません、使いません、はい、でもポンちゃん実際に現場でお疲れになるときは裏付けとなる証拠をここで言うといいなということを覚えておいていただくためにここをわざと作っています。よろしいでしょうか。さあではここまで来ましたら話す内容は決まりました、決まりましたね。これが2分で大体収まるかどうかちょっと練習しないと分かりませんね。であのメッセージもアトランダムに書いてるかもしれないので、この順番でいいかな、話してみてうまくいくかな、ちょっと練習してみる必要がありますよね。なのでちょっとこれはペアで練習しましょうかね。2人1組になって、はい、どなたでも結構です。ちょっと2人1組になってみてください。どなたでもいいですよ。解剖を決めてください、うん、これから私が時間計ります。最初に言う人決めてください。最初に言う人はオープニングから始めてクロージングまでメモ見ながらで結構ですから、だいたい2分ってこんなもんだなっていうのを分かってもらうための私が時間計ります。で1人が終わったら今度交代します。最初に話す人決めてください。どうぞ。じゃあやりましょうか。はい。
決まりました。はい、では最初の人からいきます。オープニングからスタートしてください。どうぞ。どうですか、早く終わった方もいるでしょうし、2分間で喋りきれなかった方もいらっしゃると思うんですけど、2分間がこんなものだということを感覚として覚えていただければ、割と喋れるでしょう、2分間。じゃあ方交代します。交代、2回目の方はね、時間の感覚が割と分かりやすいと思いますから、はい、ではいきますよ、スタート。さあどうでした、大体2分間のイメージがつきました。大体こんな感じだとね、はい、うまくいった方も初めてなので、短かった方も長すぎた方も初めてなので、感覚を覚えるという意味でやってみました、はい、これでオープニングとクロージングが決まって、真ん中の時間が程よい時間になったら完璧ですね、内容に関しても、はい、じゃあ今度は、あとは内容は精査してもらっていいですか。こっちですね、こっち内容が決まったので、じゃあそれをどのように話すかっていうポイントについてこの後やっていきますが、ちょっとだけトイレ休憩取りましょうか ね、はい、ただいま後ろの時計で19分ですので、5分間だけ24分まで細かいですけど、はい、5分間だけトイレ休憩します。この位置に戻ってきてください。そんなトイレ行かなくてもメッセージの内容ちょっと修正したよって方がいらっしゃったら、今メッセージ修正してください。はい、お疲れ様です。さあ思う通りですね、はい、じゃあ時間になりましたので、はい、再開します。ではいよいよですね、話し方の方ですね、はい、話し方についてちょっと皆さん方に私のデモンストレーションをいただきたいと思うんですけど、これは話し方のではなくて、ちょっと皆さん方に興味深い視点を提供したいと思います。いや、そのままで結構です。で、私がこれから村林さんの上司役をします。上司なんて書いてますか。あ、ダメですか、はい、柳川さん、はい、で柳川上司に私がなります。で、村林さんが、明日は何曜日か、水曜日、はい、水曜日の朝、村林さんが席にいると上司である柳川さんがそばに行って何か喋りますというシチュエーションです、はい、で、皆さんよく見ておいてください、この上司と部下の会話ね。で、村林さんね、はい、ちょっと準備しました、はい、じゃあ今からやりますので、普通に見ててくださいね、はい、月曜日の朝です。普通に自分の村林さん自身で言います、はい、で上司です、月曜日の朝です。村林さんね、はいはい、おはよう、はい、すんげえいい話なんだよね、すっげえいい話ね、はい、でお土産もあるからさ、はい、後でさ、はい、私の部屋に来てくれる、はい、いい、はい、村林さん、ポジティブな話だと思いましたが、ネガティブな話だと思いましたか。お土産と言いながら顔が怖いということは、だからちょっとマイナスじゃないかなって。でもお土産は何だろう、疑心暗鬼になる思いました、はい、見ていた方に聞いてみましょうかね。ネガティブな話だと思った方、ね、あれは全員手上がりました。ポジティブな話だとのはずなのにね、みたいな、なんかネガティブに感じました。なぜネガティブに感じましたか、宮村さん。なんか上司が横柄、横柄ですよね、こんな感じでね、すごい失礼ですよね、今日初めて会ったのにね、はい、上司役ですけどね、はい、林さんどうでした、どういうところからネガティブだと思いました。まあ、なんか言葉の内容と対応って違いますけど、なんかこう一般的に考えてちょっとおかしな印象を受けますね、こいつ何怒ってんだろうと、なんか部屋にいても誤解されるんじゃないかってそんな感じになるかもしれません。村上さんちょっとドキッとしたかもしれません。我々は話すとき、話す内容と話す話し方に不一致があったとき、どこにより引っ張られるかということですね。より引っ張られるか。で、原告情報っていうのは、これ今話した内容です。お土産ありますよ、後で来て、いい話があるから来てねって言ったのは原告情報。これはよりポジティブな感じですよね。そうですね。それだけ言うとね。だけど、見えるもの、横柄な態度、しかめ面の表情、で聞こえるものは、これもまた高圧的な言い方だとすると、どこに引っ張られるかというと、より聴覚と視覚に引っ張られるっていうことです、うん、内容と表現が一致してたら、まあ、それは当然一致した方にね、
あのネガティブならネガティブ、ポジティブならポジティブいくんですけど、不一致が起きた時、より人は視覚情報と聴覚情報に引っ張られちゃうってことです。だから本当に上司の方がいい話があるのにあんなふうな言い方すると村林さんはすぐには来なくってちょっとねで疑心暗鬼でいるかもしれない。ちょっとなんかあの上司変な言い方ばっかりするんだよね、嫌な感じだよねって思うかもしれない。そう関係性良くなりますよね。だとすると我々は視覚情報、聴覚情報にもより気をつけた方がいいよね。すなわちここですよね。内容にしっかり合った表現をした方が相手によりうまく伝わりますよね。でもどうでしょう、人前で何か話すとき我々準備の時間どこにいっぱいかけてますね。ここですよね。ここにすごい時間をかけてます。もちろん時間かけるのは大事だし、これも準備しなきゃいけないです。私たちも今準備しましたもんね。オープニング言葉何、キーメッセージ何、それからクロージング何、これ重要なんですけど、これだけじゃまずいってことです。よくありませんか、すごいいい話してるのになんか自信なさそうで不安な感じがする、あの商品買わない方がいいかもって思ったり、なんかよくテレビでも、だから専門家が話してるんだけど、その人の話がすごいなんかドキドキしてて気弱そうな感じだから、あの人の話信用できないんじゃないかな、逆に横柄すぎて信用できないんじゃないかと思うので、やっぱり視覚情報、聴覚情報、すなわちどう話すかって非常に重要だと思います。じゃあそれを踏まえてご自分の話し方、特徴ご存知ですか見たことあります、林さん自分の話してる状態、うん、まだ映像で見たことないですか、ないかもしれないですか。なるほど。千葉さん見たことありますか、自分の話してる状態、はい、あります。どうでした、初めて見たとき。いや、思ったよりと全然違いました。今のところは違いました。表情だとか目線だとか、かっこよくなかった、かっこよくなかった、自分の思ってるイメージと違った、はい、私もそうでしたよ。自分はこんな風に話してるってイメージしてるんですよ。だけど映像に映ってるのは全く違うんですよ。すごいこうなんかフレンドリーに話したいと思ってフレンドリーに話してるつもりなんですよ。でも映像で見る私はすっごい壊す的だったんですよ。面白いですよね、まあ、そうすると壊す的に相手に受け止められるわけもったいないですよね。なので、まあ、表現もすごい重要で、表現の部分で、まあ、いろんな表現方法あると思うんですね。でご自分の中でこんな表現者になりたいなってイメージありますか。例えば信頼できる人、信頼できるスピーチを、この人信頼できるなと思ってもらいたいとか、もしくは、うん、この人元気そうだと思ってもらいたいとか、もしくはこの人を、情熱のある人だと思ってもらいたいとか、この人論理的な人だなと思ってもらいたいとか、なんか思ってもらいたいイメージってありません？でそれは多分人それぞれ違うと思うんですよ。ひょっとしたら村林さんは元気いっぱいって思ってもらいたいと思ってるかもしれない。うん、本当どう？いや思ってます。ああ、元気いっぱいの村林さんっていう、はい、明るくこう伝えられたらいいな。いいなと思ってます。よかった、当たったですね。中島さんどうですか？明るく、明るくハキハキいいですね。その中で自分が思うこんな風に受け止めてもらいたいなとプレゼンターイメージありますよね。それをですね、一番下に計画シートの一番下に余白があります。そこにまあ。ワンワードでもツーワードでも結構です。ちょっと書いてみて。自分がなりたいプレゼンターイメージです。余白。ああここでもいいし一番下でもいいです。はい。余白。何書きました？この人の話は信用できると思ってもらえるように話す。信用できるね。いいですね。いいですね。長澤さん何書きました？堂々と。いいですね。いいですね。はい。徳永さん何書きました？ちょっと偉そうに。ちょっとそれも大事ですね。仕事上必要な時もありますもんね。ちょっと偉そうに見られたい、あえて思う場合、はい、じゃあそんな風に見られるためにどんな風にしたらいいかっていう役立つエッセンスをご紹介したいと思います。一枚ずつ取ってください。一枚ずつ取ってください。今青いカードですね。はまりました。説得力を高める6つのポイント、
まあこれ説得力って書いてますけど、話し方のいくつかですよね。話し方のいくつか。はい。で、目。最初に皆さん方、相手見るとかっておっしゃってましたね。結構プレゼンターの中で相手の目を見ずに話してる方多いですよ。天井見てるとかね、原稿見てるとかね、こう一点だけ見てるとかね、結構そういう方多いですよね。目を見て話すのと目を見て話さないのとどんな違い